どうも、ラオチンです。本日もモンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ついになります。今日、ついに、レベル99になりますよ。ようやく、本当にね、むちゃくちゃ時間がかかった。あと、45万か。45万で、上がるので、3、4回戦闘すれば上がるかな。いやーもうほんとここね、3、4年の中で一番きつかった。もうほんとにきつかった。で、ちなみに今、俺のプレイ時間ってどれぐらいだろう？116時間。まあ、117時間ぐらいになってます。ははは、すごいな。えらいこっちゃになってるな。で、おそらくね、レベル上げに40時間ぐらいかけてる。40時間はかけてるだろうね。なので、あのね、俺ね、一つ分かった。発売から3日4日かかって、ここね、クエストボードの通信プレイ、で、レベル99の人がね、2人見たことあったのよ。あれ間違いなく何かいじってる人たちだ。間違いない。うん、レベルを上げていって99になりそうな俺だから言えるけど、絶対3日4日じゃ無理。まあ寝ずにやったらいけるだろうけど、うーん、ちょっと物理的に無理じゃないかなっていうふうには思います。まあいいや、行こう。それではもう見慣れたね。もう40時間、まあ40時間ずっとじゃないけど、もうとにかく最後の、15時間とか20時間ぐらいはもうずっとここだからね。さすがに見慣れた。もう見慣れました。もう見なくてもいいぐらいだ。ほんとに。頑張ったなぁ。これ99になったら、何かご褒美が欲しいな。ご褒美が欲しい。多分これ対戦ではね、レベルって99とか反映されないんじゃない？俺対戦まだやってないんだけどね、そろそろやろうと思うけど、99とレベル60とか50ぐらいじゃ、ステータス値が全然違うんで、ものすごいハンデになるんだよね。なんで、おそらく対戦では意味がないんだよな。うん。まあ、通信プレイの協力のやつで、共闘クエストでは、お、すげえな、みたいに思われるじゃ思うけど。他がなんかね、なんかご褒美が欲しいんだ。お、あと、4万5千。次で上がるね。なんかさ、見た目が変わるとかしてほしいな。ものすごいなんかこう、金色のオーラを放ってるとかね。こいつみたいに。金色のオーラを放ってるけど、スーパーサイヤ人みてえだみたいな。そういう風になってほしいね。強さは変わんなくていいから。強さ変わんなくていいから、見た目だけ、なんかものすごい、こう、金色のオーラをまとってるようにしてほしい。対戦の時とか。よし。じゃあ、上げるね。レベル99。上げましょう。きたー！ 99!99!まあ、お供があと4体、98だけどね。まあ、これもすぐ上がるでしょう。レベルが低いやつ入れてると、補正がかかってガンガンレベル上がるからね。まあ、すぐ上がります。なんかイベントかなんか起きないの？ 99 なったよ。イベント起きないんですか？ははははは。何もない。何もない。何もないね。ちなみに、ステータス、お見せします。ステータス、こういう感じです。うん。HP が、あれ全部よ。成長薬、全部、10個ずつ使ってて、HP が428。で、攻撃力が、まあ、この、あれだね。ティガの2つ名のハンマーを装備した状態で448。防御力がオーマーを装備して411。
です。だいぶステータスは高いと思うんだよな。おそらく、60代とかの時って、200台とか、あ、いや、違うな。装備品によるか。でも、だいぶね、差はあると思います。じゃないと、ちょっと、厳しいよ。99、本当に、修行僧なような感じで、やってました。もう、修行だよ。修行。苦行か。どっちでもいいや。いやー、戻ってきました。まあまあ、達成感はあるね。レベル99になったっていう、達成感は、すごいあります。で、俺、ちょっと友達にね、電話をもらって、レベル上げっても放置で、楽勝じゃないみたいに言われたんですよ。まあ確かに、このトライアルクエストの、ここをね、A 連打しとけば、勝手に倒してくれるんですよ。で、夜中、もう寝てる間とか、仕事の間、学校の間、まあ、つけっぱなしにしてもいいと思うんですよ。でも、ここでもらえる経験値って、まあ、知れたもんなんで、上がらないっすよ。上がらない。まあ、上がったとしても、80、そうね、90代はまず持って無理だと思う。厳しい。厳しいです。ある程度までね、80半ばとかまでだったら、放置で上げていけるんですけど、99まで行こうと思うと、放置ではちょっと厳しい戦いになると思います。いや、これはもう実践済みなんで、これは厳しいです。なぜかっていうと、必要経験値がめちゃめちゃ、もうなんだろうな、もう運営のね、悪ふざけみたいな感じになってるのよね、最後が。80半ばぐらいまで、まあ80終わりぐらいかな、までは、まあ200万とか経験値。200万ぐらいで、だいたい1上がったりするんだよね。でも、88から89になるのに、あ、違うか。89から90になるのか。いきなりね、その前までなんか300万ぐらいだったのが、急に750万とか必要になるのよ。750万、倍ですか？倍必要なの？ってなって、上げたら、次、1300万とかなるのよ。1300万おかしいでしょってなるのよね。で、90代はもうずっと1000万超え。経験値が、必要経験値。で、さらに言うと、レベル95からは2000万超えです。2000万以上ないとレベル上がらない。で、98から99は絶対なんかやらかしてくるんだろうなーって。必要経験値1億とか行くんでしょうって思ってたら、それはなかったね。98から99は2800万経験値が必要でした。まあどちらにしても、この2000万っていうのがだいぶきついです。2000万上げるのにまあ1時間近くかかるので、だいぶ苦行になると思うんですけども、レベル99を目指す方は、心してかかってください。相当きついです。特に90代。はい。ということで、今日は私、レベル99になりました。達成感は結構あります。はい。では、またやっていくので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。